世話になってます。今日は朝ですね、実はもう爆釣してまして、まあ、それはまた別の動画で見ていただければと思います。すいません、爆釣しちゃってごめんなさい。試合が朝まずね、まあ落ち着いてきたところで、あ、まだいるでしょうと、ね、爆釣って感じではないですけど、なんか釣られてる方がいらっしゃったので、これは久しぶりに対決してみようかと。1年ぶりぐらいですか？そうですね、ちょうど1年前のこの時期に、僕がジグサビキで生駒さんに挑んで、なんかギリギリいい勝負して負けたんですよね。3本になってます。前回2本でしたね、確かに。パワーアップして1、2、3、4、5匹釣れる可能性がある。これは去年なかった武器ですね。あ、去年なかったです。今年ね、15g 出たんですよ。後ろのトリプルはないです。本当だ、最初からついてないです。本当にこのダブルのアシストフックだけ、トリプルをねつけてしまうと、やはりすごい飛びやすいルアーなんで、このラインをちょっとね拾ってしまう確率が高くなる。なのであえてもともとトリプルを外してます。なるほど。竿も生駒さんの SLS モデルをちょっと今日使わせていただいてます。これね、朝早速魚釣らせていただいたんですけど、やばいですね。めちゃめちゃ楽しい間借りするんですよ。でキャストするときはシャキッとしてるんですよ。そうですね。今日はですね、もうこのオープニング以降は対決になりますんで、ちょっとお話とかありませんけど、2時間ぐらいですかね。やりますか。さあ、もう一郎がそんな勝手に状態でやりますわ。まあちょっとね、開幕絡まったりして。時間ちょっと経っちゃいましたけど、さすがにね武器がこれもんなんで、前半はねちょっと遊んで、後半残り10分ぐらいからオグリキャップみたいな感じでバーンってね大外からまくって見せるね試合をしたいと思います。ちょっと前半戦はセットアップが最初 15g って言ったんですけど、こっそりルアーローテーションします。ちょっと飛距離出したくて 30g に変えました。本目来ましたよ、2本目。今、イチローに場所取られました、また。出ました。黄金旗のちっちゃいんで黄金旗ですね。お疲れ様でした。楽しかったですね。1年ぶりの対決、非常に楽しかったですね。いやー、ちょっと予想してなかったっすね、この展開は。心の準備ができてなかったっすね。心の準備どうしてよ、どうしてこうなるのよ。何でしたの？わちゃしさんの、黄門旗1、4で、すぐにすぐに、しかもどっちもサビキに引っかかってきた。なんでどうやって釣ったの？正直ね、もうほぼほぼ釣れてない海です。で、見た感じそんなに変化ないんですよ。基本斜め線で回遊魚が通るルートとなるであろう場所を、そこにルアーを多く通す、それを丁寧にやっていく。で、ジャージにしてもガンガンガンっていう感じで、速い感じでやるんじゃなく、ふわ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 っていう感じで見せるように、なるべくゆっくりめにやっていこうぜ。練習はどの辺やってたの？基本全部底取ります。でもすぐかかってきたらどっちも上だったのだから上もあんのかなみたいな。やっぱね、底取ってからの、今釣れた感じでは中等より下な感じ。そのゆっくり誘うことで、そこまでレンジが上に上がってこないとね。まあ、その丁寧に探るっていうのが一つポイントかもしれないですね。まあ、途中でね、なんかこうムカついて15g から30に変えちゃったっていうのもあるより沈下が早い。丁寧に探るっていうのは簡単なようで難しいですね。魚がね、いっぱいいれば別にね、そんな丁寧に探らんでも魚が先に見つけてくれるんですけど、やっぱりね、少ない、ほんまに釣れてない状況だったら、単発の魚に対してどうルアーをアピールするか考えると、そうなったらやっぱりゆっくりめで。いやー、おっしゃる通りの結果ですよ。もう結果が全て。もう生駒さんの言った通りに皆さんもやってください。ありがとうございました。